あなたに会いに参りました。さあお顔を。いけませんわ、光様、誰かに見られてしまいますわ。日本最高のラブロマンス源氏物語が時空を超えて蘇る。百花繚乱に咲き誇る姫君と恋愛成就できれば大当たり。 CR 光源氏。今回なんと E トレック初の 3D 演出が実現。ハイクオリティ CG で鮮やかによみがえる平安京の麗しき姫君。そして和風ものの集大成ともいえる親しみやすいアニメーションももちろん健在。美しく個性豊かな姫君が物語に彩りと興奮を加える。光源氏が都を駆け回りナンパに垣間見、ついには四倍までも好みの姫君を口説き落とせ。光源氏と姫君専用のオリジナルソングを多数収録。ポップにロック、ダンスやテクノまでも。プレイヤーの恋心を盛り上げる多彩な役もの。中でもマックスハート役者はあらゆる局面できらめき、プレイヤーのハートとシンクロする。この全てがあなたを恋愛成就へと導く。姫君のハートを射止めるのは君だ。 CR 光源氏、新たな源氏物語が今始まる。リーチ演出でも可憐な姫君の魅力を余すことなく披露。ノーマルリーチから発展すると和装本が登場。ページがめくれると、あなたの愛は届きませんわ、私を。個性豊かな姫君が登場するアニメーションリーチへ。見事姫君のハートを掴み取れ。さらにコミカルな演出だけではなく、リアル 3DCG を駆使した迫力のストーリーリーチは圧巻。私が守る。愛する姫君を救い出せ。藤坪様、憧れの君を探し出せ。一体どこへ。あれは藤坪様。桜よ、邪魔だていたすな。光源氏の愛の原点は母桐壺の行為であり、物語はここから始まる。そして光源氏の母桐壺の行為が登場すれば、超激アツの全回転リーチへ。よく頑張りましたね。大当たりラウンドは最後まで目が離せない。通常図柄でのラウンド中、若紫役者が出現しボルテージアップ演出が発生。ボルテージがたまればたまるほど昇格する期待度がアップ。さらにユニークな昇格演出も存在。もっともっと、ここは父さんベビーブーシュ。全てを魅了するスイートボイス。光源氏が姫君の屋敷に侵入できれば、各編ラウンドでのラウンド曲はキャラクターごとにオリジナルソングが存在。なんと各編が続けば続くほどにどんどん増えていく。目指せ姫曲コンプリート。平安時代ならではの情緒あふれるモード演出も魅力的。ドキドキ感満載。期待膨らむ潜伏モードは
カイマミモードと恋弓モードの2種類が。マミス行こう、ときめきサモネ。通常変動中に鳴くよのチャンス図柄が出現し、ウグイスが鳴けば各編の陥落モードへ突入。大当たりは目前だ。突入。各編大当たりで突入する仰せモードでは、指定される姫君との相引きが成功すれば再び各編大当たり。さまざまなモード専用予告も満載。出番だぜ。マジザマス、何すんだ。ここは通さないザマス。いざ。ミスの奥にいるのは果たして。通常図柄の大当たりからは証モードへ。証の君を手に入れるべく光源氏が奮闘。見事証の君を都へ連れ帰り、大当たりを引き戻せ。コミカルでユニークな予告演出も盛りだくさん。ステージごとに存在するストーリーステップアップ予告。さあ姫君、光源氏を慕う若紫を紫の上へと成長させる連続予告、若紫寵愛予告。変動が続けば続くほど美しき姫へと成長していく。立派に育ってくれたことを誇りに思うよ。これからもずっとあなたのそばに。突然チャンス図柄をハートのピンライトが照らせば光るチャンスへ突入。今日はどの姫になさいますか。アルバムをめくり姫君を選べ。無理やりチェンジしようとすると、どこへ混ぜちゃい。そしてリーチ発展時、マックスハート稼働で激アツのあなただけだ予告が発生。そばにいよ。また液晶右から突如現れる若紫が光源氏の恋愛を後押し。ボルテージがマックスになれば、あなただけだ予告スペシャルが発生。なんとリーチ中の BGM が姫君のオリジナルソングに変わる激アツの展開に。さらに出現するだけで激アツの軍予告や雅楽予告が大当たりへの期待感を煽る。その他にも誰にでも親しみやすく楽しめるコミカルでユニークな演出が満載。世界最高峰のラブストーリーを究極にアレンジしたニュー源氏物語。希代のプレイボーイ光源氏が現代に恋の嵐を巻き起こす。 CR 光源氏ここに誕生。